今ジャニーズが大変なことになっておりますが、ジャニーズが大変になりながらも着々と日々毎日が進んでおり、はい、もう年末の話にもねなりつつあるんですが、紅白ですね。紅白がもしかしたらジャニーズも出れないんじゃないか今年はっていうね、 NG リストとかだと、もうでもそれこそ NG リストどころかジャニーズ自体が紅白 NG なんじゃないかっていうね、差し掛かってる瀬戸際ですけどね。でもどうやらこれはザクザクの記事かだと2組確保されてるらしいですね、 NHK でね。 NHK は9月27日の会見で保証され、再発防止の取り組みが十分と判断されるまで所属タレントの新規起用を見合わせる方針を発表。紅白も例外ではなく、今年は出場者ゼロの可能性も示唆された。しかし現時点ですでに少なくとも2枠は出場が確定したという音楽関係者の話。まだこの2枠にどのグループが来るか未定ですと。実際スノーマンなどは CD セールスの面でも申し分ないと実績を上げています。 NHK としても紅白も盛り上げたいという思いはあります。ポイントは被害者の補償が11月からスタートする点でしょう。紅白の出場は例年11月前半に発表されます。さらに最近は追加発表もさみだれ式に行われています。11月から補償が始まれば起用再開の理由にはなりますし、実際に始まるかを見極めてからでも紅白に十分間に合うというわけです。 NG リスト問題も浮上しているが、作成された PR 会社はジャニーズ事務所は一切関係ないとコメントし辞退をして、これはでも嘘くさいよね、動画を見ても、ね、東山新社長もジャニーズ性加害問題当事者の会のメンバーと面接し直接謝罪するなどの補償の動きも見せて進めていると。セクシーゾーンがグループ名を変更することになった。関ジャニ8やジャニーズ WEST などすでにその意向も示していると。そっか、ジャニーズってつくと出せないのか、もうほぼほぼ放送禁止用語になってんですね、ジャニーはね。結局命名はジャニー氏なのでイメージを払拭する目的がある。どれも長年のファンに親しまれた名前だが、今後の活動に支障をきたす恐れがあることを踏まえると他のグループも追随する可能性があると大手芸能事務所は指摘すると。紅白2枠予想ですが、ジャニーズからスノーマンは確実だと思います。だって今年一番 CD が売れてるのがスノーマンですからね。80何万枚でしたっけ。これはまあ 100%スノーマンは出ると思う。じゃあ残りの一枠誰かってなった時に、僕はね予想するのはキンプリだと思います。キンプリは二人体制になったんですよね今年ね。二人体制としてやっぱりこうちょっと紅白に出してあげないとやっぱりちょっとモチベーションが下がるんじゃないかなというふうに。で明らかにね、辞めた方の方が勝ち組になりつつありますから、日向翔くんだったりとか神宮寺くん、まあ神宮平ですか、まあ、そこにもうそろそろ9月末辞めた岸君も参加するでしょうから、 2B にね。そしてジャニーズ問題があって今こんな吸った問題起きてると。でキンプリはキンプリでこの2人体制になって CD は発売してるんですよね、アルバムはね。やっぱりもちろん5人体制の時よりはセールスは落ち込んではいますが、まあ奮闘はしてる、頑張ってはいるんですよね。その頑張りという意味ではジャニーズとしてはどうしても二人対戦になってキンプリは出さなきゃダメなんじゃないかなと思いますよね。他のチームもね出さなきゃいけなそうなのはいますけどね。まあ例えばなにわ男子だったりとかもそうね、やっぱり今一番推してるでしょうから出したいし、まあ スノーマンが出るんであればストーンズも出さないと、ストーンズなんかね辞める可能性ありますからね。 2B に行く可能性があるので近い難しいところなんでしょうけど、あとちょっと僕が気になってんのは男組ですかね。男組はやっぱりちょっと話題になったので紅白出るんじゃないかってずっと今年になって言われてるんですが、あれはジャニーズ枠に入るのかなっていうふうにちょっと気になってますけどね。全員もうジャニーズじゃないんですよね。もうみんな元ジャニーズで、とっくの昔にみんなジャニーズ辞めてて、岡本健一さんだけはそれこそエージェント契約ですよね。ジャニーズ初のエージェントって言ってたかな、もうでだいぶ前からエージェント契約を岡本健一さんだけはしてるっぽいんですよ。本来はエージェント契約してる岡本健一さんにいろいろ話を聞いた方がジャニーズの今残ってる、ね、どうしたらいいのかっていうのを、文春のこれいつだ、
2021年に出てますね。岡本健一、2021年10月31日をもちまして、ジャニーズとの専属契約を終了し、新たにエージェント契約を締結いたしますことをご報告申し上げますって言って、エージェント契約になってるんですよね。まあ、実際に厳密に言うと、岡本健一さんもジャニーズじゃない。だから、男組は普通に考えたら、何のしがらみもなく出れるんですけど、ただ、イメージとしてジャニーズっていうので、どうかなっていうふうに。ここ、ね、いいこと書いてあります。エージェント契約は新しい試みで、後輩に当たる中堅のタレントたちにとっても試金石になりそうだ。ジャニーズの説明は決して対象ではない。契約形態が変わるだけ、今後もその予定はないから大げさに報じないでほしいと。今後事務所を通じて仕事を得つつ、自らのスケジュールを管理しながら新しい分野の仕事を獲得するために営業していくのだと思う。まあだから、これをみんな、やるってことですよね。